どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今回もインスタグラムのフォロワーさんからのご質問だったんですけども、以前からねいただいていたご質問ですごく深刻なんですよ。それはですね、子供が産みたいんだけども、現在の経済的な状況を考えると、仮に自分の家にね子供が生まれたら、多分すごく貧乏で辛い思いをさせるんじゃないかなと。だったら子供を産まずにいた方がいいんじゃないかということなんですよ。以前もね似たような形でご相談をいただいていたんですけどもね、その頃はちょっとオフレコということだったんですけども、今回はちょっと一般公開してですね、視聴者さんのコメントもねもしあれば聞きたいということだったんで、よろしかったら皆さんもコメントをお寄せいただきたいんですけども、子供が生まれたらね苦労させるかもしれないから、自分では幸せにできる自信がないから子供を産まないんだっていうふうに考えていらっしゃる方いるんですよね。それは気持ちは分からなくもないですし、私もね40まで同じ気持ちでした。で、今思うのはね、どうなんでしょうかね、それは子供が決めることなんじゃないかなと思うんですよ。最も不幸なことってのは、この世に生命、命を預かれないことなのかなっていうふうに今思ってるんですよ。これは私がね自分の子供を育ててるから思うんでしょうね。もしこの子がいなかったらこの喜びはないのかって思うと、もう絶望的なこう落差があるわけですよね。そう考えたら、例えばね経済的に苦しくても、ものすごく仕事で忙しくても、自分を産んでくれたんだ、こんな忙しい中でこんなに大変な中でそれでも自分というものを生み出してくれたんだっていうふうなことに子供が気づいて、幸せを感じるように育てることができるんじゃないかなと思ったんですよ。私もまだまだどうなるか分かりませんのでね、じゃあここから一気にね経済的な落差がゴーンと落ちて、端的に私がねすごく貧乏になったとしたらどうだってことなんですよ。特に今まで何不自由なくやってきた我が家なんで、ここからね不自由がたくさんあったりとか、経済的な限界がいっぱい来たらどういうふうになっちゃうのかなと。そっちの方がむしろ怖いですね、私はね。でも出産、子供を授かる時点であまり状況が良くなくても、少しずつ向上していくっていう希望があればね、多分頑張って自分のお父さんお母さんを楽にさせてあげようっていうふうに子供は思うんじゃないかなと思いますし、そう思ってもらえるように背中を見せていくことができるんじゃないかなと思うんですよ。で、今回のねご相談、子供が産みたいんだけども、でも今は経済的にも余裕がないし、なんせ時間も忙しくてなかなかね取ってあげられないから、子供を産んだら不幸になっちゃうかもしれない、でもその気持ち、その悩みがあるってことは、本心ではどちらかというと産みたいと思ってるはずなんですよ。ですんでそこを大事にするべきかなと思います。で、どっちにしようかなと思ってる限り、忙しいからダメだっていうね、もうそういうふうな常識的な判断に触れると思いますけども、産むと決めたりとかね、実際にもうすぐ生まれてくると思ったら腹はくくれるんじゃないかなと思うんですよ。あの手この手打つんじゃないかなと思うんですよ。でも、子供はもういいやと思えば、多分腹くくって、よし子供のために余計に稼ぐぞ余計に頑張るぞって気持ちは少なくともなくなると思うんですよね。ですんで、もう最初からいらないよと、全然悩んでないよ、いらないんだっていう方に対してはこんなこと言わないんですけども、どうしましょうか久保さんっていうふうに言ってきてるってことはね、多分私から、思った通りやんなさいと、産んでみなさいっていうふうに言ってもらいたいんじゃないかなと思うところもあるし、そんなことがなくてもね、素直にそれはね、子供が生まれたいよ生まれたいよっていうふうに内側からドアを叩いてるんじゃないかなと思うんですよ。もちろんね、子供が生まれてからも経済的な不安もつきまといますし、ものすごくね時間も大変だと思います。ノイローゼみたいなことになっちゃうかもしれません。だからその全てがね、メモリーなんですよね。その全てが贈り物なんですよ。でも本当に途中で巻いてね投げ出してしまったりとか、そういうことあるかもしれませんけども、多分私とこうやってつながってる限りどうにもならないってことはないと思うんですよ。だからこの私にね今相談してくださってるじゃないですか。子供が生まれた瞬間に相談やめるってことはないと思うんですよ。ということは突破口は必ず見出せますんで、もしお悩みでどっちにしようかなと思ってるってことは、産む未来も想定してるってことだと思いますので、私はどちらかというとね、私が相談を受けてるわけですから、私の本心言いますけども、産んだ方がいいと思いますよと言いますね。お子さんお持ちになった方がいいと思いますよ。
以上でございます。じゃあお疲れ様です。